クリティカルアーツのバットスキップチェーンでの玉抜け。あ、すごい、サマーソニックが炸裂です。林は大足で、まあ、結局一回当たればこっち、うん、いいんだぞっていう感じで打ってますよね、まあ、クラカンすりゃいいぞっていうね、うん、感じで、もう完全にリターンで、リターン重心、まだ打つ。いやこれですよね、先日のエンディングウォーカーの大キーみたいな感じで、パーッと、やはり玉抜けは難しいか。ここも打っていって、そして V トリガー13本トリガー、これ非常に強力です。歩きも速い、この歩きの速さを生かした歩きガード、ストリートパンチ、アチビソニックを全て使っていき、おえー3発、2発分相殺したぞ。しかしここはサマーで返していく、お互いにゲージはありません。体力も心もとない状況、この V トリガー発動中、アーマーはあるんですが体力が減ってくると苦しいか。しゃがみ中キック削り取ったのは樋口、要はね、やるぞっていう、そう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 、ロングセットになるとどっかでね、ああいうことが頭に浮かんだ瞬間に、あ、これ行く、人に張り、ああダメなんや、まあ、むしろそのジャンプ技出して相打ちになるとサマーが間に合ったりするから、ああその打たないっていう、その空ジャンプぐらいの方が安いっていうことなんですかね。おすげえ、ここもバックステップなどを警戒したフルヘッドでしたね。フルゲージが近いメナ、これ十分ね、ひっくり返る可能性あります。いや全然ありますね、それだけのリソースを持っている。ここもね、玉抜けを狙いつつ、で さっきのあるんでソニック打てませんからね、ないですね、ここね、そう、ただわ あ, ーであれば踏み込んでくるキリングゲット、ここの切り替えマジで早い。もう1回、もうなんか体力ないけど、うわーうまい、まだ強キリング残ったか、ジャンプ、あーうわー勝負前ジャンプ、あの切り替えの速さはマジで見習いたい、あの速さはマジで見習いたい、あの球打たんなと思ったらすぐにダイレクト、早かったっすね、そう今のラウンド、その4回コマンド投げして全部通したの、あうまい、そして開幕使うっしょ、差し返しのタッチパンチ、ブルホーンからのバットスキップチェーン、ここは V リバーサル、上はおおジャンプ中継早出し、ね、ガイルハイ潰す、いい打ち方、台足が匂ったんでね、ここも反応はできているかと、ま、届かなかった、ただその反応リアクション恐ろしい、スタンチが溜まってるぞ、あーここで勝負に来た、スタンチはまだ溜まってるんだが前に出るのはメナだ、ダッシュ通した樋口、ただメナもトリガー溜まったぞ、ウィリボ、ここはイエスソニック、ソニックで押し込んでいきます、ガイルハイタイクバックステップ生発動、あ、まあ、玉抜けを考えていますね、そうですね、ゲージもたまりそう、樋口のトリガーもたまりそうだが、佐々木ここから球を打ってない確認で、なるほど生発動、これ面白い、ソニックブレイク、これは抜けれず、いい歩きガードでした、しっかりさまった、うん、えらいえらい、パス、まあ、ただここで樋口なんとか一つ返して、お互いに、まあ、エビもこぼれるような、楽しんでいるかのような2人の表情ではありましたが、こういう殴り合い、むしろ樋口も得意とするところでしょう。いやそうなんですよね、そう殴り合いはマジで樋口上手いです、うん、あのガイルってやっぱり飛び道具サマーっていうところイメージがつきやすいんですけど、樋口は地上戦のね技振り、いろんな選択肢使ってくるんで、うん、この使い方はマジで上手いと思います、ほんまに。ソニック乗せてリードは樋口、ガイルハイも早い、あいいっすね、投げていきます、顔面欲しい、いや中盤ここ発動せずにショーヘッドから発動、ここからの逆転劇何度も見てきた、ゲージもたまりそうです、頑張れ樋口、あいいね、今の前線かなりですね、プレッシャーをかける、下がるだけじゃなくて、いやー裏剣裏剣が読んでいる、ゲージがたまってきているぞ、サマーを警戒した後ろ投げ、これでリーサル、樋口もトリガーはありますが、球を抜けられたらそこでゲームエンド、どうするか、プレッシャーをかける、いやーこれはねむずか、いや、そう、は？いや、やっとるね、これはやっとるわ、俺え？すごいっすねすごいっすね、は？ノーゲージなんで、樋口が、うん、ここね、
ジャンプ、しゃがみ落としたけど、タッチクロキック、ここね、ずっとさっきから駒投げだったんですよ、対空した後。そう、ね、そう、うん、で、樋口もそれ読んで垂直したんですけど、強気を置いてありましたね。ただまあその駒投げに対しても最大取るよっていう垂直なのがね、そう、うん、樋口の性格が出てますよね。バックジャンプではない。あーっと、このブレイバーも読んでいるか。ただフルゲージですよ、怖いよ。さっきのことがあるぞ、大丈夫か。チビソニック歩いて投げる。暴れてくるのはメナ、イエクソニック。やっぱ怖かった、ダッシュはダメ。あー、マジか。タッチパンチを置いて、ここはね、まあ最悪リーチガードされても V トリガー発動で、樋口はフルゲージだが、ソニックとダイヤシが相打ち。イエクソニック、こっちも相打ちでダウンを取った。樋口もいい、ソニック、あ、うまい、ガイル、はい、後ろ下がりに中足、うまいな。いや、細かくしっかりとリードを積み重ねていきます。うん、メナーもこの後ですからね。いや、そう、あ、うまい、ここにダッシュパンチ、ダッシュを止めて追いついた。一気にもう追いついてきている。スタンチも溜まっているぞ。あー、キリングヘッド、スタンリーチ、どうする。ダッシュタッチやキック、メナが攻め切りました。これが2タイムスチャンピオン、すえ、圧倒的なガイル戦を見せてくれました。